あれです、あれですよ。このイカ、イカが？俺が俺にオンデマンド、めぐみです、今日はですね、こちらです。春の訪れとともに来たヒイカでございます。なんか3月ぐらいからスーパーに並ぶっていうことで、今回やっぱ暖かいんですかね。まだ2月前半ですけど、もうヒイカが泳いできちゃったってことで、こいつをですね、丸焼きにして食べてみたいと思います。もう想像するだけでジュロリですね。 1,2,3,4,5,6 6匹ですかね。というわけでですね、こう6匹にこの割り箸を刺して網焼きにしたいということで、まあ、ちょっとこの箸の先端を尖らせようかなと思います。何もしないよりかはとんがったんじゃないですかね。あ、いいよこれ結構。あ、これは結構ほら、こんな感じでいかがでしょうか。もうこれで刺さるっしょ。いいね、ピカピカも。じゃあやるか。だからこれをなんかもう全部取れそうだから、このあれですよね、この口から、おらおら、来てる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 来てます。こんな感じですかね。こんな感じに、こんな感じに串刺し。いやいや、これ最高やん。なんかもう全部いきそう、全部いきそう。あ、君は無理だ、君は無理だ、君は一本だ。そう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 、いい感じ。あ、顔が隠れてしまいました。こんにちは、こんにちは。ちょっと貫通させとくか。こんにちは貫通で、ちょっと足をこい、足をこい。あ、いいね。はいはい、できました。じゃあ焼いていきましょう。焼いていきましょうか、イカちゃんを。じゃあ大きいのからいくか。いいじゃん、最高だな君たち。どんだけ最高なんだ君たちは。これはこれはこれは今日も素敵なナイツになりそうですね。いいっすね。じゃ塩振っとくか。アバウト塩振り。裏返しますか、じゃあ。裏返しちゃいますか。あー、ちょっとついちゃうな。あ、でも、いや、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。よいしょと。うふぅ、一番大きい。いいな、と。いいじゃん、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 いいじゃん。今日もレモンを持参しております。くぅ、酸っぱい。イカビで醤油いって、醤油で黙らせよ。醤油をいって、でレモンいきます。はい、レモン。あら、あらら。はい。全部いけんじゃないのこれ。全部いけそうだな。ちょっと新しいのをまた置きつつ。やべ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 、口がじゅるり、口がじゅるり。こんなイカ置いてる間に口がじゅるり。いただきます。うん、何事きた、うまっ。これにはちょっと中がトロトロで、うまトロトロでうまいんだけど、アニサキスが怖いんで。めっちゃ噛むよ。うまい、うまい。そんなに醤油かけなくてもよかった。
海の塩があるね。海の塩、海の塩あるな。レモン集めに行くか。じゃあ、あービール飲みて、ビール飲みてえな。でもここ来ると帰んないといけないからね、飲めないんだよね。うん、うまっ。もう自然とここに来ちゃうんだよね。あ、いいじゃんいいじゃん、もうみんな。なんだ君たちは家族か。あ、でもこれで200円でしょ。いや迷ったんだよね、今日そのまたステーキにするかと。やっぱなんだかんだ言って再生数が多いのは肉なんですよ。しかも牛肉ね、鶏肉とか豚肉とかラムとかそういうんじゃなくって、やっぱ牛肉一択なんですって。皆さんそれが別にどんなグレードのものっていうよりかは、大きいとか超高級とかに、あとまあでかいねに惹かれるんですけど、俺多分ね美味しくないと思うんですよ。みんな料理して食べてるけど、うまいうまいって作ってるけど、多分ねこっちの方絶対うまい。だからもう今日はちょっと再生数に振り回されずに行こうということで、もうイカが並んでたんでね、イカにしましたよこっちは。だってこのイカいかがとかとかとかね、とかどうか。いただきます。ちょっと生で口に入ってくるとアニサキスが怖いですね。いっぱい食べましょう、いっぱい噛みましょう。あれですあれですよ、このイカ、イカがあれなんじゃないの、もしかして。これあの磯丸水産に似てるんじゃないですかね、もしかしたら。この海鮮を七輪で焼いて食うって、確かあそこもそんなことやってた気がするんだよね。でもねやっぱ雰囲気ですかね、磯丸水産明るいからな。めっちゃ元気だしね、店員さんとかね。朝からやってるよね、磯丸水産ってね。朝俺行ったことあんもん、誰かと面白いから行ってみようぜっつって入って、朝からビール飲んでお刺身食べて、なんかこういうの食べて気分良かったけど、その後すごくこう、あ俺って今クズだなっていう気持ちになるんだよね、あれ。なぜか、なぜかね。海外に遊びに行ってビーチで寝そべってる時は、あ俺クズだなとか思わないんですよ、リラックスしてるなって思うんだけど、なんでですかね。日本で昼からやってる居酒屋に行って入ってビールグッて飲むと、何やってんだろうって気分になるんだよな、あれ。不思議だよね、なんでなんですかね。家にいてビール飲んでる分には全然ね、朝から飲んでもクズだなって思わないんだけど、平日の朝、午前中に居酒屋に行ってビール飲んで、この魚介系のつまみを食っていると、何やってんだろうって思うんだよな、不思議だな。よかった夜で。じゃ最後に一番大きいイカ食べましょうか。レモン増し増しでいいんですかお客さん。レモン増し増しでいきますか。レモン増し増しで、もう最後なんでレモン増し増し増しでいきます。ジュルリいただきます。うまっ。クリーム、あもうジュル、あもう本当にジュルリっすよな。さっきからずっと食ってて、やっぱ背骨か。やっぱ背骨はまあちょっとまああれですよね、なんか出したくはなる、このサイズだと。ちっちゃいのは全然気にならないですけど、
あーま、あと目だな、目がやっぱちょっと硬い、やっぱなんだかんだでアニサキスがちょっと怖いんでよく噛みますね。はい、というわけでいかがだったでしょうか。めぐい TV365、 今回は春先のヒイカを食べました。美味しいですねヒイカ。本当自分で焼いて食ったことって今まで一回もなかったんですけど、塩とか醤油とか全然いらないんでそのまま焼いて、レモンかけて、食いって食ったら、これは本当日本酒かな、そういうのでキュイって言ったらいいよね、いいよね、もうそんな最高だよね。ああ、ここまで代行サービス来ねえかな。というわけで、また明日、さよなら、めぐりでした。